エリザベス・ウォーレンは、アメリカ合衆国の学者及び政治家。民主党所属、マサチューセッツ州選出上院議員である。かつては、テキサス大学法学部、ペンシルベニア大学法学部、ハーバードロースクールで教鞭をとっていた、連邦倒産法を専門とする著名な学者であり、商法の分野で特に有名であった。積極的な消費者保護論者であり、 消費者金融保護局の設立に貢献した。多数の学術的書籍を表し、アメリカ経済や個々の財政に関するメディアのインタビューでたびたび取り上げている。2008年の金融危機の際には、不良資産救済プログラムの監督を目的として、創設された不良資産救済プログラムに関する議会監督委員会メンバーの議長を務めた。バラク・オバメ大統領のもと、 大統領補佐官及び消費者金融保護局のアメリカ合衆国財務長官顧問となった。2000年代後半、ナショナルロージャーナルシやタイム100に取り上げられるなど、その認知度を広げていった。民主党のリーダー的存在として、プログレッシブ層からの支持が厚い。アメリカ合衆国大統領選挙への立候補について、たびたび否定していたが、 二千十六年、アメリカ合衆国大統領選挙において、複数の政治評論家から有力候補として、たびたび言及されていた。その後、二千二十年、アメリカ合衆国大統領選挙に出馬することを表明したが、二千二十年三月五日に撤退した。九百四十九年六月二十二日に、オクラホマ州オクラホマシティの中流階級の家庭で、父のドナルド・ジョンズ・ヘリング、 母のポーリーンのもとに、エリザベス・アン・ヘリングとして誕生した。ウォーレンは家庭について、中流階級の底辺、中流階級にようやく手が届いた程度と語っている。三人の兄がいる末っ子であった。12歳の頃、小売りのモンゴメリーウォードの管理人であった父は、心筋拘束で倒れて働けなくなり、収入がなくなると,とともに、医療費がかさんだ。ローンが払えなくなり車を失った。 家計のため、母は、シアーズのカタログ部門の職を見つけた。13歳の頃、おばが経営するレストランで、ウェイトレスとして働き始めた。ノースウェストクラスン高等学校にて、ディベートチームの主要メンバーとなり、州内の高校生のディベートチームによるコンクールにおいて優勝した。16歳の頃、ジョージ・ワシントン大学のディベート奨学金を勝ち取った。当初教師を目指していたが、 大学入学から2年後、高校時代から交際していたジム・ォーレンと結婚のため退学した。NASA のエンジニアであった夫に伴い、テキサス州ヒューストンに転居した。ヒューストン大学に進学し、1970年、言語聴覚学で理学士を取得した。教員免許を取得していなかったが、臨時免許を取得して1年間公立学校にて、障害のある、 子供たちに教育を施していた。夫の仕事の都合でニュージャージー州に転居し、妊娠したウォーレンは専業主婦となる決意をした。娘が2歳になるとウォーレンはラトガース大学法学部に進学した。下記、法律事務所、カドーラダーウィッカーシャムタフトでインターンとして働いた。1976年の卒業直前、第二子を妊娠した。 法務博士に認定され、司法試験に合格し、自宅で弁護士の業務を開始し、遺言状の作成や不動産に関する手続きなどを行っていた。第二子出産後、1978年、離婚した。現在、孫がいる。1980年、法学教授のブルースマンと再婚したが、ウォーレンの性を残した。長年、共和党に投票しており、 史上を最も支援してくれる政党だと思っていたと語った。しかし、それが真実でないと悟り、1995年から民主党に投票し始めたが、二大政党制のどちらにも優劣はつけられないとして、その時によって投票する政党を変えていると語った。2012年4月、ボストンヘラルド紙は1986年から1995年に、ウォーレンが、 アメリカ法律学校協会の名簿に少数民族として掲載されていたことを報じて批判キャンペーンを行った。ハーバードロースクールは多様性の欠如につながるとして批判したが、ウォーレン自身記事を読むまでこのことを知らなかった。上院議員選の対立候補であった共和党スコット・ブラウンはウォーレンがネイティブアメリカンの血筋であると偽装して職を得ようとしたのではないかと推測した。 大学での元同僚や、この記事に対し、ウォーレンは似た血筋の人々と会いやすくするためのものだったと語った。ウォーレンの兄たちは、母、祖母、親戚たちから、チェロキー族やデラウェア族の血筋も引いているという話を聞いて育ったとして、ウォーレンを支持した。2014年のウォーレンの自伝によると、記事は事実でなく心を痛めた。ニューイングランド歴史的ケー協会は、 婚姻証明書には、ウォーレンのヒーババの祖母が、チェロキー族であると言及されているが、それ以上具体的な証明はないとした。オクラホマ歴史協会は、移民族間の婚姻や事実に反する、意図的な登録、未登録が原因となり、ネイティブアメリカンの血筋であることを証明することは、困難な場合があると語っている。2017年から2018年にかけて、ドナルド・トランプ大統領は、 エリザベス・ウォーレンをアメリカの先住民であるポカ・ホンタスに例えて取り上げた。ほか、2018年7月にモンタナ州で行われた集会では、あなたが検査を受け、自分がインディアンだと判明したら、希望の事前団体にトランプの名前で100万ドルを寄付すると挑発した。これに答えるように同年10月、エリザベス・ウォーレンは祖先に先住民族がいたとする DNA 鑑定結果を 示したが、6から10世代前というレベルのものであり、自ら少数民族や先住民族であると主張するにはいささか説得力に欠けるものであった。なお、これを受けてトランプ大統領が寄付を行うこともなかった。DNA 検査の結果は、平均的白人が微量に持つインディアン系の DNA よりも少ない量しか、彼女は持っていなかった。彼女には、インディアンの血は、 流れていなかった。チェロキー族は強い不快感を示し、仲間とは認めていない。2019年8月19日、アイオワ州で開催された先住民の集会で先住民を自称したことについて謝罪した。2011年、消費者金融保護局として独立銀行協会会議に出席。1970年代後期から1990年代。 倒産や中流階級の個人ファイナンスの研究をしつつ、全米の複数の大学で法学を教えていた。1990年代中期、破産法や消費者保護で公共事業に関わるようになった。1977年から1978年、ラトガース大学法学部にて講師をしていた。1978年、ヒューストン大学法学部に移籍し、 1980年、副学部長となり、1981年、テニアを取得した。1981年、テキサス大学法学部にて、客員准教授となり、2年後、教授となった。1985年、ミシガン大学の客員教授となり、1983年、テキサス大学オースティン校の人工研究センターの研究員となった。当初、 人々が実社会でいかに法律に従うのかという現場での研究の賛同者であった。裁判記録の分析、裁判官、弁護士、債務者への聞き取りなどを行い、破産法の分野での期待の新人となった。1987年、ペンシルベニア大学法学部の教授となり、1990年、寄付基金教授となった。1992年、 ハーバードロースクールで教鞭を取った。1995年、ペンシルベニア大学を離れ、ハーバードロースクールの寄付基金教授となった。2011年現在、ハーバード大学において、アメリカ国内の公立大学法学部を卒業した、唯一のテニュアの法学教授となった。ウォーレンは大変影響力のある法学教授であった。様々な分野で著作を出しているが、 ウォーレンの専門分野は、破産法と商法である。この分野で、ウォーレンより、引用数が多いのは、コロンビアロースクールのボブ・スコットと、イエールロースクールのアラン・シュアルツのみである。1995年、倒産審査委員会から助言を求められ、委員会の報告書の総合作成を手伝った。数年の間、破産法申請をする消費者の権利を侵害する、法律に対抗したが、 うまくいかなかった。2005年、議会において、破産法申請を制限する、倒産制度乱用防止と消費者保護に関する、法律が通過した。2006年11月から2010年11月、連邦預金保険公社の諮問委員会のメンバーとなった。現在、破産法について議会に助言する独立組織の破産委員会のメンバーとなっている。また、 アメリカ法律協会の元副会長で、アメリカ芸術科学アカデミーのメンバーでもある。2011年、消費者金融保護局の創立に、ウォーレンの知識や消費者用語の姿勢が役立った。ドキュメンタリー映画、マックスとアウト、マイケル・ムウーアの、キャピタリズム・マネーは踊るなどに出演し、知名度が上がっていった。また、ドクター・フィルや、ザ・デイリー・ショーなど、 多数のテレビ番組に出演し、ケーブルニュースネットワークや、ラジオ番組などでもたびたび、インタビューを受けている。2011年7月、オバマ大統領が、リチャード・コードレーを消費者金融保護局の、初代長官に任命した。ウォーレンは左側。2008年11月14日、ウォーレンは、院内総務、ハリー・リードにより、緊急経済安定化法の監督を目的として、 創設された不良資産救済プログラムに関する議会監督委員会メンバーの議長を務めた。毎月 COP は政府による救済及び関連するプログラムを評価する監督報告を発行していた。ウォーレンの在任期間中の報告書には担保権執行の軽減、消費者や中小企業への融資、商業用不動産、アメリカンインターナショナルグループ、金融健全性審査、 金融市場における不良資産救済プログラムの影響、政府の保障、車産業などについて記されていた。ウォーレンは新たな消費者金融保護局設立の初期の賛同者であった。2010年7月、バラク・オバマ大統領により署名されたドット・フランク・ウォール外改革、消費者保護法により創立されたものである。2010年9月、 オバマ大統領はウォーレンを大統領補佐官及び消費者金融保護局財務長官顧問に任命した。リベラルグループや消費者擁護グループがオバマ大統領にウォーレンをぼねの長官候補にするよう提言したが、金融機関やウォーレンが強力に取り締まることを危惧した複数の共和党員から大反対された。上院聴聞会でウォーレンの長官就任は承認されなかったと報じられ、 2012年1月、オバマ大統領は、共和党上院議員の反対にもかかわらず、9会任命で、元オハイオ州司法長官、リチャード・ポードレイを長官に就任させた。2012年の地方自治体ごとの選挙結果、2011年9月14日、2012年のマサチューセッツ州の上院議員選挙に、民主党候補として出馬することを発表した。2010年、 テッド・ケネリが亡くなった後の特別選挙では共和党のスコット・ブラウンが選出されていた。一週間後、ウォーレンがアンドオーバーで行った演説の動画がインターネット上で話題となった。その中でウォーレンは富裕層により多くの課税をすることは階級闘争となるのではないかとの意見に対し、他階級での経済基盤なしではアメリカでは誰も富裕層に入れないと指摘した。この国では 自分の力だけでは誰も富裕層に入れない。誰も。あなたが道端で商品を売り、我々の中の誰かが買い取り、あなたは我々の中の誰かを雇い教育費を支払う。我々の中の誰かが支払った税金により、警察署や消防署が守ってくれるため工場は安全を保つことができる。我々の誰かを警備に雇えば、工場での強奪の心配もない。 今あなたが工場を創立すれば大失敗するかもしれないし逆に大成功するかもしれない努力を続けるべきしかし社会契約の基礎の一部として富を得たなら協力してくれた人々にお返ししなくてはならない2012年アメリカが衆国大統領選挙において再選を狙うオバマ大統領はウォーレンの言葉を引用した 2012年11月のキャンペーン2012年6月2日、民主党全国大会にて対立候補がなく、記録的な95.77%の支持率で当選した。ウォーレンにとっての対抗場はビジネス界であった。8月、アメリカ商工会議所の政務局長は、ウォーレン教授以上に自由企業を脅かす候補は他にないと語った。にもかかわらず、 ウォーレンはキャンペーンにおいて2012年の上院議員候補の中で最高額の3900万ドルを集めニューヨークタイムズ紙はウォール街の巨大銀行に対抗してもまだ勝てると記した2012年9月5日民主党全国大会においてプライムタイムにスピーチすることとなったウォーレンは苦境に立たされている中流階級の代表者としての立場を取った ウォーレンは人々は意に反してシステムに操作されるとし、ウォール街の最高経営責任者たちは経済や何百万もの雇用を崩壊させたと語り、さらに彼らは今も恥もなく議会の周りを色付き要求ばかりし、我々が彼らに感謝すべきというような態度を取ると語った。旧上院会議場にいてもカウエン議員の先生に同席2012年11月6日、 53.7%の得票で現職のスコット・ブラウンを制した。ウォーレンはマサチューセッツ州において初の女性上院議員となり、全米の女性上院議員は計20名で史上最高となった。2012年12月、ウォーレンはドット・フランクウォール外改革、消費者保護法など銀行業界の規則を実施する上院銀行委員会に任命された。 2013年1月3日、ジョー・バイデン副大統領の前で宣誓を行った。この他上院高齢化問題特別委員会、上院保健、教育、労働、年金委員会も経験している。2013年2月、ウォーレンは銀行委員会の公聴会に初めて参加し、複数の銀行監督官に、ウォール街の銀行を最後に裁判にかけたのはいつか、答えるよう迫り、 潰すには大きすぎるのが裁判するには大きすぎるとなることを心配していると語った。このウォーレンの質疑の動画はインターネットで人気となり数日間で100万以上の再生回数となった。3月の銀行委員会の公聴会においてウォーレンはアメリカ合衆国財務省の職員たちになぜ HSBC ホールディングスを資金洗浄の罪で告訴しなかったのか尋ねた。 ウォーレンの質疑ははぐらかされ続け、ウォーレンは資金洗浄と薬物不法所持と比較して、もしあなたがコカインを所持して逮捕されれば、刑務所に入れられるでしょう。しかしもしあなたが約10億ドルを麻薬カルテルで資金洗浄して、国際的制裁に反しても、会社が罰金を支払ってあなた自身は家に帰って、ベッドで寝ることができるのでしょう、と語った。2013年5月、 アメリカ合衆国司法省、証券取引委員会、連邦準備制度理事会に所管を送り、裁判するより和解するという決定が果たして有益なのか尋ねた。また同月、ウォーレンは、学生たちは、銀行が受ける利益と同等の利益を受けるべきだ。と提言し、銀行が連邦政府から借金する際の利子0.75%と、同等の利子で学生が、 政府の教育ローンを借りることができるバンクオンスチューデントローンズフェアナスアクトを提唱し、無所属議員バーニー・サンダースはウォーレンの議案を支持し、この議案の唯一の問題点は私ではなくウォーレンが考案したということであると語った。2014年の選挙期間、ウォーレンは民主党で最高額の資金を集めた。選挙後、ウォーレンは民主党方針通信委員会の初の 工作顧問として、ウォーレンのために役職が設定された。この就任により、2016年の大統領選挙に、ウォーレンが出馬するのではないかと推測されるようになった。2015年7月、ウォーレンは2008年以降の我々の進歩に反し、複数の全米最大級の銀行は、我々の経済を脅かし続けているとして、アリゾナ州共和党議員ジョン・マケイン。 ワシントン州民主党議員、マリア・キャントウェル、メイン州務所属議員、アンガス・キングと共に1933年制定のグラス・スティーガル法の21世紀版に再制定を提案した。この法案は、アメリカの納税者のリスク、及び将来の経済危機の可能性を軽減しようとするものである。2016年9月20日、公聴会においてオーレンは、ウェルズ・ファーゴが、 顧客の承諾なしに200万件の口座を開設したとして最高経営責任者であるジョン・スタンフに辞任を要求し犯罪捜査すべきだと語った。2016年12月、アメリカ合衆国上院軍事委員会に任命され、ボストングローブ紙は議員で最も力のある委員会の一つの著名な人物とし、2020年の大統領選挙が期待できると記した。 2017年2月7日、アメリカ合衆国司法長官候補、ジェフ・セッションズの承認審議において、ウォーレンが、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの妻コレッタ・スコット・キング、及びエドワード・ケネディがセッションズを批判した書簡を、引用して、セッションズを非難し、上院規則第19条に反したとして、共和党議員が投票を行った。1986年に、 キングがストローム・サーモンドに当てた書簡には、セッションズ氏は事務所の力を使ってこの地区の黒人による投票権を抑え込み連邦判事になろうとしていると記され、ウォーレンは議会でこれを読もうとした。これにより、セッションズの司法長官候補の承認審議への参加が禁止された。ウォーレンは近くの部屋でキングの書簡の読み上げを続け、インターネットで生中継した。 イギリスのニュース・テーツマン氏においてアメリカの進歩主義者トップ20に選ばれた。2016年12月16日、ウォーレンは次期大統領ドナルド・トランプ。もしトランプの大統領職と事業利益の間の利益相反を公表しなければ断崖するというものであった。ウォーレンはトランプ次期大統領が利益相反を避ける唯一の方法は 経済的利害関係から脱却し、白紙に信託とすることである。これまでの大統領もそうしてきており、この議案はトランプ時期大統領が同じようにすることを明白にするものであると語った。2017年1月9日、ウォーレンにより大統領利益相反法の議案が提出され、上院議会で初めて読み上げられた。2016年10月、 ニューハンプシャー州マンチェスターにて、ヒラリー・クリントンのキャンペーンに参加した。2016年、アメリカが州国大統領選挙において、自由民主主義者によりウォーレンの大統領選出馬が期待されていた。しかしウォーレンは出馬に関して繰り返し否定し、民主党予備選挙の間も中立な立場を取り続け、2013年10月、ウォーレンが副大統領候補となることが広く、推測 2016年6月9日、カリフォルニア州で行われた民主党予備選の後、ウォーレンはクリントンを正式に支持した。7月7日、CNN は副大統領候補に、ウォーレンを含む5名を発表した。ウォーレン自身も質問に答える形で、副大統領候補となる心構えはできているとしたが、クリントンはティム・ケインを選び、実現しなかった。大統領選においてウォーレンは、 当時、共和党指名確実候補であったトランプに対し、いい加減で国民を気にかけない、負け犬と批判した。また、トランプ大学訴訟に対するトランプの姿勢に、自分のことしか考えず、人のために行動したことのない、小高で不快で短期な詐欺師と非難した。これに対しトランプは、ウォーレンのネイティブアメリカンとしての血筋を用いて、あのインディアンは、バカなポカホンタスだと嘲笑した。 2017年1月6日、支持者たちへの電子メールの中で、ウォーレンは、マサチューセッツ州上院議員再生を目指すことを発表した。この電子メールの中で、マサチューセッツ州民は私を、ドナルド・トランプ、富裕層、差別主義者、そしてこの国の労働者を押し潰すウォール街の銀行化に無抵抗でいるために、ワシントン DC に行かせたのではない、続けていかなくてはならないと記した。 2019年2月、マサチューセッツ州の党員集会で2020年大統領選挙への出馬を表明。序盤戦では国民へ一律の医療保険適用を呼びかけたほか、金融業界批判を行い、報道機関からはバーニー・サンダースと共に急進左派として扱われた。2019年夏場以降、同じ急進派のバーニー・サンダースが手術を理由に、 選挙戦を一時離脱、支持率でトップを走っていたジョー・バイデンが、健康問題やウクライナ論争に巻き込まれると、エリザベス・ウォーレンの支持率は、急激に伸び始めた。10月8日には、長らく2番手候補だったエリザベス・ウォーレンが、支持率で首位を取ったとする調査結果も現れた。2019年10月15日、民主党テレビ討論会に出席。共に、国民皆、 保険制度を提唱していたバーニー・サンダースが、不在の中、保険に関する疑問や批判を一手に引き受けることとなり、財源の確保や受益者負担等の回答に苦慮することとなった。2020年1月、バーニー・サンダースと党員集会で会談し、国民みな保険制度と大学無償化政策で一致した。2020年1月に行われた CNN の世論調査では、 民主党員あるいは民主党寄りの無党派層から19%の支持を獲得したものの、サンダースの27%、バイデンの24%には差をつけられた。内容的にも、支持層の主力であったリベラル層が、サンダース側へなびいていることが分析されており、支持が伸び悩んだ。3月3日のスーパーチューズデーでは、地元マサチューセッツ州で、バイデンが勝利するなど厳しい 他の候補の指示についてはその段階では、名言を避け、バイデンが指名を確実にした後の4月15日に、バイデン指示を表明した。2009年タイム100柄2009年、ボストングローブ紙は年間最高ボストン市民賞に認定し、マサチューセッツ州女性弁護士会は、レイリア・ジェイ・ロビンソン賞に認定した。タイム氏が選ぶ、世界で最も影響力のある100人に2009年、 2010年、2015年に選出された。ナショナルロージャーナル紙は全米で最も影響力のある女性弁護士50名にウォーレンを複数回認定し、2010年には10年間で最も影響力のある弁護士40名に認定した。2011年、オクラホマ州電道に電道入りした。2012年1月、イギリスのニューステーツマン氏から、 アメリカの進歩主義者、トップ20に選ばれた。2009年、ハーバード大学史上、ザ・サクス、フロイント・ティーチング・アワード・に。2011年、ラトガース大学ニューアーク広法学部で、名誉法学博士及び優秀法学生会の会員に認定され、卒業式掃除を行った。ウォーレンは、娘のアメリアやギトの協調、共働きの罠中流の親たちが没落する理由、 の中で、現代のフルタイム労働者は、現代の貨幣価値に換算して30年前のフルタイム労働者よりも収入が少ないことを指摘した。衣類、家電、日用雑貨の消費は減っているが、住宅ローン、医療費、交通費、育児費用など月々の出費が激増している。その結果、共働きでも貯金できず借金ばかりがどんどん増えていく。 ニューヨークタイムズ紙のジェフ・マドリックは以下のように書評した著者は老費家の若者でも無力な老人でもなく一般的な子を持つ家庭が破産することを記している主なテーマは明白である現代において一般的な家庭は子への高等教育医療中流階級の住環境が経済的に困難な場合があるウォーレン氏とヤギ氏は 国や政府が実生活を支援することがいかに少ないかを表現している。2005年、ウォーレンとデイビッド・ハイメルスタインは破産と医療費の研究を出版し、破産した家庭の約半数が深刻な医療問題に直面した後に、破産していることを発表した。ウォーレンとハイメルスタインはそれらの家庭の4分の3が医療保険に加入していたと記した。この研究は広く議論を巻き起こした。 2014年4月、ウォーレンの著書、A Fighting Chance がメトロポリタンブックスから出版された。2016年、ワシントン及びハワイにおいて選挙人が候補者でない、ウォーレンに副大統領として投票した。ありがとうございます。